大韓航空8 5 0 9便墜落事故は、1999年12月22日に、大韓航空貨物8 5 0 9便ボーイング747型機が、エーロンドンスタンステッド空港から、ミラノ・マルペンサ空港に向けて離陸した直後に、エセックス州グレート・ハーリングベリー村近郊の森に墜落した航空事故である。原因は、機器の故障に加えて、 機長の不適切な操縦によるものであった。この事故により、乗員4名全員が死亡した。当該8509貨物便は、韓国ソウルの金庫空港を起点とし、途中ウズベキスタンのタシュケント国際空港で給油し、ロンドンスタンステッド空港でクルーを交代して、イタリアのミラノマルペンサ空港へ向かう予定だった。スタンステッドまでフライトした、航空機関士は、 機体備え付けのテクニカルログブックに、基調席のアディは、ロール方向の指示の信頼性がないと記入し、また、スタンステッドの大韓航空所属の韓国人、地上エンジニアに、口頭で詳細を伝えた。この現象は、タシケント離陸後に発生したという。タシケントからのクルーは、ミラノに向かうクルーには、会うことなく、空港を離れた。 8509便が荷物の積み下ろしや給油を行っている間に大海航空地上エンジニアと大韓航空と整備委託契約関係にある現地整備組織から派遣された2名のエンジニアが報告のあったアディの修理調整を行った搭乗クルーが到着した頃には荷物の積み込みもほとんど終わっていたクルーは機長、副操縦士、航空機関士の3名で 機長が操縦を担当した。機長はエンジン始動前に貨物積み込み担当者と一緒に積み荷をチェックし書類にサインした。アディを修理した大観光空地上にしもミラノに行くために当該便に同乗しコックピット内の予備席に座った。17時27分には出発の準備が整っていたが、クルーが原因ではない理由により1時間近く待機させられ、 タキシングを開始したのは18時25分だった。この長い待ち時間に、機長は不機嫌になったようで、特段のミスをしたわけでもないのに些細な理由をつけて、副装重視を何度かにわたり叱りつけた。機長の操縦により18時36分頃に異常なく離陸したが、副装重視による高度900フィートのコール直後にアディコンパレータの異常警報が鳴った。アディコンパレータは、 機長側のアディと副操縦士側のアディのピッチ、または、ロールし自治に4度以上の差異が生じ、かつこの状態が1秒以上継続すると警報を行う。この時のブザー音はおよそ2秒間鳴った後一人でに停止したが、その数秒後の高度1500フィートにおいて、再びブザーが鳴り、今度は2秒未満で止まった。この2度にわたるコンパレータ警報人はまだ離陸後の、 直進上昇中であり、軽度の乱気流等に対応するための操縦桿の操作によるものだと考えられているが、警報音に対するクルー管のコールアウトや、警報の原因を調査するといった言葉のやり取りは行われなかった。標準手順では、距離測定装置から1.5回りの地点で、左旋回を開始することになっていたが、基調席の DME の表示がおかしくなり、 正確な距離がわからなくなった。このため機長はおよその検討で左旋回を開始した。この時もコンパレータが警報を発したが、機長と副操縦士の間にはこの警報に関してもやりとりはなく、6秒後におそらく機長によって無言のまま警報はリセットされた。機長席のアディはピッチについては正確な表示をしていたが、 ロールに関してはずっと水平状態を示していたと考えられている。レーダー及びフライトデータレコーダー記録によれば、当該機は左旋回を開始したが、地上に激突するまでずっと操縦桿を左に切った状態だった。このため実際のバンク角は左90度に達した。途中、航空機関士がバンク、バンクと叫んで、バンク課題に対する注意喚起が行われたが機長は、 何の反応もせず、そのまま急激に高度を失い墜落し、爆発炎上した。コンパレータの警報をリセットしてからわずか17秒後だった。墜落時の姿勢は40度機種下げ、左90度バンクで、速度は250ノットないし300ノットだった。アディに表示される機体の姿勢情報は、接続されている完成後方ユニットからの情報をもとにしており、 今回の不具合はこの犬のロール検出部の故障が原因だった。だが、大開航空地上エンジニアは、アディユニットを外して、コネクタや接点類を掃除し再び取り付けるといった程度のことしか行わず、犬には触れてもいなかった。そして最後に、アディのセルフテストを行い合格の結果が出たので、修理を完了したと信じてしまった。だが、セルフテストでは、 犬が接続されていることは確認するが、それが正しい情報を出力しているかどうかは、チェックしないものだった。当該 B747 から200型機では、機長席及び副操縦士席のアディに、それぞれ別個の犬が接続されているが、これら2台の他に予備として、もう1台の犬が装備されており、どちらの席のアディもスイッチ操作により、予備の犬に切り替えることができる。 直前にフライトしたクルーによる申し送りとして、基調席のアディのバンク表示がおかしかった際に、犬を予備用に切り替えたら、正常なバンク表示が得られたと報告されていた。このことから類推すれば、まずは犬をチェックする必要があった。だが、大観航空エンジニアはアディを取り外した際に、コネクタ内の戻しピンが規定の位置まで戻っていないのを見つけ、 故障原因はこれに違いないと思い込んでしまった可能性が高い。電気図面を参照すれば当該一品は今回の不具合とは無関係な系統の配線の一部であることもわかったはずである。いずれにしても修理に際して正しく故障診断マニュアルを参照し、それに従って故障診断を進めていけば犬ユニットを交換するという指示に容易にたどり着いたはずであった。 だがフィームは機内に常備されているものではなく、また、大韓航空から整備会社にコピーが提供されていなかった。大韓航空エンジニアも当日は持参していなかった。また、この韓国人エンジニアは B747 型機に関してバックにより正式に発行された分類 A 分類 P 分類 G の全部にわたり整備ができる資格を持っていた。 バックによる A、P、G といった分類名は、米国連邦航空局によるそれとよく似ており、韓国人と議論する際には、この分類名が使用される。だが、事故後に調査委員会がバックに対して、当該エンジニアのこの資格では何ができて何ができないのかを書面で提出するよう求めたところ、バックは提出できなかった。ただし口頭で、アビオニクスに関しては別の資格が必要かも、 知れないとの回答を行ったという。いった、作業内容から推定すると、このエンジニアは少なくとも、アビオニクス関連機器に関してはそれを、整備や修理するのに必要な知見や経験を、持っていたとは思われない。標準手順では、離陸後に直進上昇し、スタンステッド空港内にある DME からの距離が1.5回里となった時点で、左旋回を開始することとなっていた。 離陸前のタキシングにおいて、基調席の DME 表示器が完結的に異常値を示したが、調査中に復旧してしまった。基調は納得できない様子であり、離陸後の上昇中に DME 指示値は再び異常値を取った。しかし、スタンステッド空港内 DME からの距離表示がおかしくなったとしても、代替手順として別の VOR からの方位信号を用いて、 左旋回を開始する時期を決定する方法が、機内備え付けの出発用チャートに明示されており、これに従えば正しい位置で旋回することができた。実際、副操縦士は、大体の158度を使用しましょうと大体手順を取ることを提案しているが、機長は何も答えなかった。一般に、パイロットは、時期の位置や姿勢がわからなくなった際には、景気を信じろと教えられている。 このためアディがバンクレードを示したままなので操縦桿をずっと左に切った状態を維持したのではないかと推定されている。しかしコンパレータは複数回にわたって警報を発しており、完全にある正常作動していた予備用のアディを一目チェックすれば、景気の異常を確認することは可能であった。また20秒以上にわたって操縦管を切り続けた場合、機体がどうなるかは、 容易に想像がつくものであり、景気を信じるのであれば正常に作動していたピッチ角、表示はかなりの機種下げ状態となっていた上に、速度も250ノットを超過していたことは認識していたはずであるにもかかわらず、それらに対して何らの対応もしなかった。事故報告書では、機長の合計飛行時間13,490時間。 う七 B747 の飛行時間8495時間の経験を考えると蒸気のような無意味策を説明することはとりわけ困難であると述べている。離陸準備が整った段階でクルーが原因ではない理由で完成により1時間以上の待機を強いられた。この待機時間中に機長と副操縦士の間にその後の出来事に影響を与えた可能性のあるやりとりがあった。 例えば、副操縦士が完成と交わした無線通信に関して、自己報告書には、副操縦士が行った完成との無線通信の内容は正確なものだったが、機長はそれについて不適切な言葉を使って指導を行った。さらに、この他に二つの場面で、韓国人であれば、極めて侮辱的と感じる言い方で罵倒したと記されている。副操縦士は、 機長の操縦に関して監視を行う義務があり、機体のバンク及びピッチが通常のそれを大きく超えている時には当然助言を行ったり操縦に介入するなどしなくてはならない。だが離陸後の足上げから墜落までのおよそ45秒間に副操縦士が発した言葉は高度の読み上げと完成との無線通信及び機長の DME 表示がおかしくなった際に代替方法として VORDME の方位情報を使うことを提案したのみである。副操縦士席側のアディは正常作動しており、航空機関士による助言は聞こえていたはずだが、異常なバンク角やピッチ及び速度に関しては最後まで一言も発していない。副操縦士は経験が浅く、離陸後の様々な業務に忙しく、機体が異常な姿勢になっていることに気づかなかったか。 あるいは常日のように離陸前に、機長から指導名目で散々バリ増減を浴びせられていて、機長の操縦がおかしいと感じても、決して口を挟むべきでないと感じていたのかもしれない。機関士席は機長と副操縦士の背後にあり、両方のアディ及び中央に位置する予備用、アディの全部を見ることができた。そして比較的冷静に事態を把握して、 二人の操縦士に対して必要な注意も与えている。機長が左旋回を開始した時点で、機長席、アディのバンク角表示が変わらないのを見てこのことを指摘し、ついで副操縦士席と予備のアディを参照して、バンク角が30度を超えたことを注意している。そして、機長席からも見ることができる予備アディを見ましょうと提案までした。だがこれら機関士による発言に対して機長、 および副操縦士は何ら反応を示さなかった。墜落寸前にも単語、バンクを含む発言をしたが、その声は続いて起こることを覚悟した諦めを感じさせる口調であったと報告書は述べている。59大韓航空は大韓民国空軍の OB をパイロットとして採用することが多く、また採用時には大型航空機の操縦経験の有無等ではなく、 大韓民国国軍の階級が大きな影響力を持っていた。もともと機長は戦闘機のパイロットでしかなく、大型航空機や民間機の操縦経験は一切なかったにもかかわらず、大韓航空は機長が大佐の役職であったことを重視し、大型の民間貨物機のパイロットとして機長を採用した。また、大韓航空の企業風土として本来は、 パートナーとして一致している、はずの機長、副操縦士の関係が、機長を、主人、副操縦士を、手伝いという位置づけで、明確な上下関係を持ったものとなっており、また、機長に対して、副操縦士が文句を言うことは望ましくなく、場合によっては、副操縦士が、機長に代わり操縦を行うことそのものが、機長のメンツを潰す行為であるとの認識があった。 このことと、機長の軍隊経験から、到底民間機のパイロットにはふさわしくない威圧的、言動、副操縦士の経験不足と、精神的な重圧もあり、機長の誤った操作を誰も是正できなかった。これらの文化的背景から、鳴り響く警告音が無視されているにもかかわらず、機長の誤った操作方法を服装重視が修正することができず、 また基調へ修正するよう求めることもなく、事故に至った。調査後、イギリス航空事故調査部は、大韓航空に対し、クルーリソースマネジメントの推進などを含めた、訓練計画見直しと、操縦士と副操縦士が自由に、意思疎通を図れるよう、会社の監修を是正するよう勧告した。大韓航空は1997年から1999年に、 かけて繰り返し墜落事故を起こしたため、アメリカ合衆国連邦政府の連邦航空局は、大韓民国の航空安全管理体制の評価を、カテゴリー1から2に格下げした。カテゴリー2の国の民間航空会社は、アメリカ合衆国路線の新設や増便、米航空会社とのコードシェア便が認められない。その後同社は、デルタ航空の副社長を、 大韓航空社長に昇兵するなどし、2017年現在では、元のカテゴリー、1へと戻っている。大韓航空は1999年のこの事故、以降、墜落事故は一度も起こしていない。レポートオンザ・アクシデントーボーイング747から2バイト5回、HL-7451 ニアロンドン、スタンステッドエアポート22ディセンバー1999。 エアーアクシデントインベスティゲーションブランチ2012年6月12日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年7月10日閲覧コリアンエアーカーゴフライト8509インシデントレポートアビエーションセーフティーネットワーク2011年7月10日閲覧アイブさん2 0 p 十九アイブさん2 0 p 6 6 i v e さん二千三 P52、53IVE さん、2003、P74IVE さん、2003、P74IVE さん、2003、P76IVE さん、2003、P77、ハットエアーアクシデンツインベスティゲーションブランチ、エアクラフトアクシデントレポートノー、3、2003、2018年9月15日閲覧。ありがとうございます。